こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、こちらアシェットの週刊宇宙戦艦ヤマト2205新たなる旅立ち戦闘空母ヒューガを作るですね、こちらの27号が届きましたので、こちらの作業やっていこうと思います。それでは最後までご覧ください。はい、では27号の作業をやっていきましょう。27号は全部甲板の組み立てにということで、前回のこの全部甲板の続きをやっていくという形になります。はい、というわけで入ってる部品はこんな感じになるので、早速組み立てやっていきましょう。はい、でまずは、このパーツに、このフラップのパーツですね、フラップのパーツをセットするんですが、どっちがどっち、こっちがこっち、こういう形で邪魔だなこの光ファイバー、こういう形でフラップをセットしてあげて、でその上からこのパーツかな、これじゃないな、こっちか、このパーツとこのパーツを使ってフラップを押さえると。で裏側からネジを止めるんですけど、ネジが2種類入ってて、軸が太いのと細いのが入ってるのかな。なのでここで使うのは、軸が太い方、頭が丸いやつですね。お皿がついてない方のやつ、お皿がついてない方の、ネジを使ってここを固定していきます。よいしょよいしょよいしょ、これとよいしょ、この真ん中、この3本ですね、3箇所をネジで固定すると。はい、そしたらここが、開閉できる格納庫になります。ここにコスモゼロが入るんだったかな、こんな感じになります。前回の動画でね、この中がちょっとあっさりしすぎてて残念っていうお声もあったんですけど、これね、あの金型の構造上、この内側にモールドを入れようと思うと、このパーツ、この4面のパーツを全て別パーツにしなきゃダメになるんですよ。ってなると金型費用が倍どころじゃ済まなくなってくるっていうのがあるんで、多分そういう理由でこうつるんとした形になってるんだと思います。まあコストの問題はね、やっぱり無視できない問題ですからね。はい、で次に、甲板側壁をつけてあげて、ここもネジで固定、ここも、先のと同じネジですね。金型ってこうね、あのプラ流し込んだ後プラをスポンって抜かないとダメなんですけど、その側面の部分にモールドがあると、そこのモールドが引っかかってね、金型から抜けなくなるんですよっていうのがあるんで、この内側にモールドをつけようと思うと全部別パーツで作らなきゃいけなくなるっていう事情があるんだと思います。はい、で次に、この磁石のパーツですね、磁石のパーツ、磁石ですね、磁石をここにセット。特にね、向きは書いてないので、あのどっち向きっていうのは書いてないので、適当につければいいんだと思います。なんでこことここに
セットしてあげたら、これを瞬着で固定。磁石なんでね、普通のプレーの接着剤ではつかないので、瞬着で取り付けですね。よいしょ。で、ちょっと接着剤が固まるのを待ちます。はい、でその間にこっちの基板の組み立てをやっていくんですけども、この基板にこのクリアパーツを取り付けてあげます。で、付けるのは、こっちの D2 って書いてある方、こっちにクリアパーツをパコッとはめてあげて、で、これも瞬着で固定。まあ、瞬着じゃなくてもゴム系接着剤とかでもいいですけど、こう止めてあげて、で、これをこの基板のケースに入れてあげて、上から蓋をする。で、ここを、このお皿がついてる方のビスを使って固定。こんな感じでつけてあげたら、また乾板を出してきて、乾板のこの部分ですね、この部分にこの向きで基板をセットしてあげて、で、またお皿がついている方のビスでここを固定と。こんな感じで取り付けてあげたら、これで、27号の作業は終了になります。こんな感じで、これね、説明書だとね、もうすでにここに手法がついてるんですけど、手法はまだ組んでません。で、次の28号、次の28号では、30.5 センチ3連装収束圧縮型衝撃波砲塔括弧手法の組み立てと取り付けということで、さっきの手法を組み立てて取り付けていくっていう感じになると思いますので、また来週も作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。